口開けたら歯が削れていったり穴が開いていったりするっていう、その歯がボロボロになっていくわけですよ。それが目に見えてわかるわけですよ、鏡越しでね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、大阪は今日はすごい雨です。昨日の晩からすごかったんですけども、風がねすごいですね。さっきもちょっと洗濯物を押したんですけども、洗濯物飛んでいくんちゃうかなと思うぐらいの強風が、吹いてました。本当にあれ、ほんまにちっちゃい子とかやったら飛ばされんちゃうかなって思うぐらい、多分うちの次男やったら小柄やからね、飛ばされるかもしれないですね。もうそれぐらい突風が吹いててちょっと危ないですね、まあ、マスクしますね。まあね、こんなね、風が強い日やったら、その飛沫感染の、ね、まあ、新型コロナウイルス飛沫感染で菌がねバッて撒き散らされるわけなんですけども、正面じゃなくて横に折ってちょっと離れてもヘックシュンって、ね、くしゃみした時に風がバッて吹いたら、横に折る人もふわってこう来るんちゃうかなって思うぐらいの今日は風です。はい、まあそんなね今日の話なんですけども、今日は待ちに待った歯科の受診の日でした。で、通院の日でしたね。まあ、大阪はね、先ほども言ったんですけど、雨がすごかったので、まあ、チャリカツというね、自転車で、その、使うのをやめてですね、今日はお父さんに車で送り迎えをしてもらいました。まあ、そんなお父さんなんですけどもね、その先日、ゴルフ行ってた時にね、左足のふくらはぎが肉離れを起こしたみたいでですね、なんか今日ですよ、送ってもらうのなんか申し訳ないなーって思ったんですけど、まあね、前日にこう恐る恐る LINE をねしたわけですよ。ほんならね、まあ快くお聞きいただきましたんで、まあなんとか連れてってもらいました。まあ、ほんで、まあ今日のやっと本題です。ほんで今日の歯科なんですけども、前回のその1月9日ね、詰めてもらった奥歯の様子を見るという日だったようで、ね、以前にお伝えした通り、その歯石取りのとかっていうそのお掃除はしませんでした。その今一番最初にね、その診察に入った時に、診察台に座った時にですね、その前歯の詰め物が剥がれたことをね伝えるとね、あららーってこう言われて、軽くスルーされてですね、でまあ間髪入れずに、まあ、ちゃんと爪楊枝と歯間ブラシもしてますと、穴が開いているところがね、数がちょっと増えてきているので、食材が詰まるのでね、歯間ブラシでね、こう掘り起こしてますちゃんとねってこう言ったらですね、ああ爪楊枝や歯間ブラシはすごくいいですよと、まあ、歯ブラシで、ね、磨けてない、取り除けないものをね、かき出すためにあるので、それはやってくださいって、ね、爪楊枝と歯間ブラシの使い方はね褒められました。そして次に、まあ、またその奥のね、奥歯の痛みがあると、こう、訴えたことによってね、先生がこう、やっとこう、ぐっと向き合ってくれたんですよ。その、まあ、時間にしては、10時からの予約だったんですけども、ちょっと早めに行ったんで、まあ、9時56分に、呼ばれて診察台に座って、10時6分にはね、診察室をね、出ました。次の予約をして、歯科を出たのも、10時18分でしたね。思いのほか、早く終わりましてね、いや早すぎるやろってこう思うぐらい何もしてないんですよ、本当に。まあ、でも何もしてないっていうわけじゃないんですけども、まあ、今日してもらえたのはですね、噛み合わせの調節です。赤いこういうぐらいのね、ペラペラのステンドグラスみたいな、綺麗なやつで、ほんまにペラペラの色セロファンみたいなやつあるでしょ？あれを噛んで、ちょっとグーグー見えへんけど、こう、ってこうね、歯を、噛んで、お口を横に動かしながら噛んで、少しね、ドリルで削ってもらって、まあ、次回まで様子を見てくれっていう感じの治療でした、今日はね。いや、でもね、またその時のドリルが痛かったんですよ、本当に。こうね、ドリルが始まってですよ、僕がこう、あーあー
ーってこう言うわけです。もう声が出ます、本当に。先生がね、死にますか、そうか、死みるか、まあ、虫歯はね削ってちゃんと埋めてるんで、またその穴がね開いてるとかはないんです。またしばらくすると収まってくると思うんでってね言われました。まあね、他の歯の状況的にはですね、まあ、先生が予想してたよりもはるかに早く歯のボロボロの具合が進んでいるみたいで、なんと次はね来週の月曜日です。予約がもう1週間後です。まあ来週です。で、まあ、次は1時間ぐらいかけて施術をするみたいなんです、ね。まあ、また地獄を見るかもしれません。まあ、そしてね、最後に先生との会話でね、こんなことを言われました。なんか歯に開いてる穴がどんどん増えていってるんですけど、ああそうですね、まあ、ステロイドとかね、免疫抑制剤っていうのは硬いものをどんどん柔らかくしていく力があるので、体の病気のね、ヤスーさんの体の病気の状態的にですよ、今は仕方ないです。病気の症状がね収まってきたら、徐々に歯への影響もねなくなってくると思いますので、って言われたんです。まあその硬いものを柔らかくしていくって言われたんですけども、歯を柔らかくしてしまうんですね。先生の口から聞くのは初めてでした、本当に。あと免疫抑制剤やステロイドのね、その顎骨壊死とか、顎関節症の顎の顎の骨ですわとか、大腿骨の骨壊死とかっていう、そのステロイド骨粗鬆症っていう呼ばれる、まあ、骨にね、症状が出る副作用はね、まあ、聞いたことあるんですけども、まあ、歯もね、骨と同じ素材という、まあ、認識をしてますので、まあ、少しは予想できてましたけども、ほんまに歯をもう柔らかくするとはね、思ってませんでしたし、本当に。いや、怖いですよね。もう目に見えてわかる骨粗鬆症ってやつですよ。大変やけどね、勉強になりますわ、本当に。ほんまに、こういうの本じゃないですけど、その病気が見えるって、こういうことですよね。口開けたら歯が削れていったり穴が開いていったりするっていう、その歯がボロボロになっていくわけですよ。それが目に見えてわかるわけですよ。鏡越しでね、あー俺の歯また、ちょっと怖い怖いって なりましたってなってます、今も。まあね、このまま頑張って体のためにね歯を犠牲にするのか、それとも歯を守るために体を犠牲にするのか、まあ、どっちも嫌やから、まあ、とりあえず来週まだ頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。